気泡、フリーマン、ダルビッシュのカーブがきっかけで足首を痛めていた。ドジャースのデーブ、ロバーツ監督、右足首を捻挫しているフレディ、フリーマンの状態について明かした。ロバーツ、まだ痛みがあり治療を受けている。それ以外はわからない。1日、彼がメンタル的にも休養ができてよかったと思う、と話した。フリーマンは9月26日のパドレス戦で同箇所を痛め、全治46週間とされたが、わずか約10日後の10月5日の地区シリーズ初戦から復帰していた。フリーマンは地区シリーズ第2戦で再び右足首の状態が悪化し、6回表の守備から交代となった。ロバーツ監督は、2打席目だったと思うが、ダルビッシュのカーブをスイングした時に少しひねった、それが原因だと思う、と詳細を明かした。捻挫治ったばかりだしな、ダルのカーブは一級品だからな、迂闊に手を出したらあかんぞ。怪我人は過ぎやろ、2週間は安静だぞ。でも怪我してるから走るわけないと油断させて自分の判断で盗塁して成功してたよな。次の打者が三振して無駄になってたけど、フリーマンの執念やな。初戦盗塁したのはあかんかったな、無理して出るから。盗塁させた一塁コーチの無能具合がマジでヤバい。大谷は一塁守るやる気は見捨てたから、準備させる手がなかったわけやないけど、見合い見えてるやつしか取れない選択肢や。ファーストミットまだ買ってないんじゃないかな。大谷はキャンプの時に持ち込んでたで。なんで走らせたん。ダルビッシュかなりうまいことやったよな、このカード勝ちの流れ作ったかもしれん。ポストシーズンで勝てなきゃドジャースでは何の意味もないのに。とりあえずサンディエゴで1勝すれば OK、 そうすればドジャスタに戻ってファンが妨害応援して勝てる。頑張ってんのはわかるけどさ、前年度2人してひどかったことももうちょっと考慮して行動してほしいよ。フリーマンはマーソルイジやシネジってやったから、スビッチは関係ない。ファーストマンシー、サードキケかな。キケの PS パワーに勝てるのもまたい。管理人のつぶやき、私もスポーツで足首痛めたことがあるのですが、1回やってしばらくしてもう1回やりましたね。フリーマンレベルだと大谷さんとほぼ同じくらいの体格なので、鍛えることが難しい足首をねじっちゃった時の負担は尋常じゃないでしょうしね。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。